ヤエです。ササ結びアレンジ結んでいきます。70センチから80センチほど取ります。クリップで帯板につけます。2周巻いていきます。巻いてきた方を上にして結びます。端から30センチほど測ります。これでくるくる巻いていきます。帯が余らないように端までしっかり巻いていきます。これを帯と帯板の間に差し込みます。中の帯を横にずらします。形的にはバツというか X の形にします。ここに穴ができているので、この穴に下の帯を通します。先っぽの方ですが、このままでもいいですが、広げても変化があっていいと思います。帯締めをするとおしゃれのバリエーションも広がりますし、帯が緩まないです。背中の帯の面積が広いのは私の世代だとなんだか安心しますよね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。